ゼロスーツさんスタイ、ディリコムもしくはクラウド。さあ反対側でライトダックハント対レイン。さあゼロスーツサムスにはクラウド。リュウジ対シキルーザーズクォーターファイナル。会社側の準決勝、準決勝じゃない準々決勝か。さあ始めていきましょう。さあ当然のようにスマムラの外で溜めてく。さあ指導入ったが強切り。ゼロスーツサムスにはクラウド。なるほど。さあ飛びを落とされる。ああ逆に下に潜って、強気なつかみ。いえ対空、おっと回避待っていたが枯れず。受け身、あこれはこれはやっちゃったけど、ウエスマン。さあダッシュ、困った時のねドン。さあ貯めると見せかけて技を送る。素晴らしい。おっとおっと姿勢ズルですね、はい、あれはかなり今日ガード離してしまって、多分 B ボタンでキャンセルするタイプの人なんですね、はいはい、あっあと空中前が当たってしまう、はい、アライがやるやつですね。そうですね、こうやってパンチしながら置いてくる。正直見えるスピードじゃないんで、まあ当たっちゃいますよ。さあリュウジクラウドを1本取った感じですか。はい、はい、そしてこの高火力コンボの最も決めやすいこの先ほどあのロゼッタがチリになりました、はい、このステージで。さあつかみ当たらず。暴れる。強切り。さあリミットも溜まっていく。揃いましたね。かなりした。まあただね、おっとパーセントが回避を待っていたか。おっとごちゃごちゃしている。さあ空下カス当たり。空中前。お飛びすぎでは？飛びすぎでは？さあアピール決めていく、はい、次はねしっかり撃墜を確認してくる。これは大丈夫か、トラック大丈夫でしょう。おっとこれはリミットを剥がざるを得ないでしょう。さあ入っていきます。復帰阻止で撃墜の読み合いをしてるはずなのに、あのリミット吐きましたねで終わるのがすごいいいですね、このキャラ。そうですか。例えばですかリミット上 B の場合はあそこに下 B などを置くとすると勝てるんですよ、はいはい、あなるほど、まあ、ゼロスーツサムスはリミットクラウドがあるともゼロスーツ選択肢は、はい、あります。なるほど、空中しろ。さあ光ってない、復帰が結構きついか、なんとか2回目。さあとはいえ 69%。 おっとおもらし、ギリギリですね。
やはりずれにくい上スマッシュの選択、横スマッシュだと今の密着だったんで後ろに行く可能性が上スマッシュの選択したんでしょう。さあ無常に溜める、これ今日の信用できないところ。さあリミットベル溜まってしまう、こうなると掴みが打てなくなります。掴、はい、みを外してましまうガルロ先生が飛んできます。なのでかなり、おっと勇気の掴み勝負していった、これは危ない、惜しい。さあクッシャしっかりクッシャ反撃、これは大丈夫でしょう。でこれはリガルロ先生で打たない、ちょっと自信がなかったんですよね。おあと逆方向、あ、これが足も切られる、これは返ってくるが崖穴狩り、どうする、スパンでいってさらに外に出す、さあまずに溜まってしまうと結構きつい。おっとし、うまい、しっかりビームに空中で反角、ユージクラウド、まだまだ負けてはいられんと駒を進めていきます。あとレイン選手ここまで上がってきたんですか、確かものすごい最初の方に敗者側行きましたよね。そうですね、確かに非常に迷惑なんですよね、僕も彼に負けたんでなんか一回裏行ったらなんかいきなりいた偶然、うん、無理さあレイン対オーシャン、さあどのぐらい敗者側から駆けつけたんですか、本当に最初の方ですよね、おそらく負けたの。フリさんは2回戦でブルードに敗れて落ちた、僕は2回戦でブルードに敗れて落ちて、でその時点でもう下の方にいましたよ、いましたね1回戦目ぐらいで負けたんですかね、はい、だからユイさんより1個前で負けて、はい、つまり最初で負けてんじゃないですかね。それをプレイヤーがここまで這い上がってきたと、はい、ものすごい上がってきたんですね。あ